戻れなく、多分下の細い梁じゃここは支えきれないだろう。そっか、ごめんエステル。僕があの時足をもつれさせなければ。そういうことは言いっこなし。私だって岩の下敷きになるところをヨシアに助けてもらったしね。でもなんでかな、こんな状況なのにちっとも怖くないのよね。ヨシアはどう？うん、僕も全然怖くないかな。ねえヨシア、二つお願いしてもいい？いいよ。一つ目は私のこと抱きしめててくれる？喜んで。それから？しつこいって思われたらちょっと嫌なんだけど、やっぱりその悔いは残したくないっていうか。ごめん、その先は僕に言わせてエステル。キスしてもいいかな？